はい、こんにちは、えー。青英雄を倒したい。相手はまず人形がスタンダード。アルトラックスがカウンター英雄で、クランパスと、えー、マリンがいる。 えー、ダークフェザー回復がいるけれど後ろにいるけれどもマザーもいるはいきますあ相手赤英雄いないわ とりあえず赤竜を作るか悩んでここ行きましょうか青ダイヤを作れてよかったないっちゃえ。 えーっと、まあ、クランパス挑発はない。えー、とりあえず、キリル使って、クランパス使って、えー、アルメル使って、どこにするか悩んで、クランパスに、ジラックを放ち、よし。 はいのは温存して、もうここ行きましょうか。はい、えー、今盤面に、えー、青はない。えー、それでは、それでは、ここ行きましょうか。クランパス倒れてくれたら嬉しいのにな。えー、ここ行きましょうか。 よしえ。ここまで来たら、マザーの復活が怖い。空打ちがしたい。ここ行きましょうか。えー、今は空打ちをしたーい。えー マリンに、えー、マナが溜まったんで、もっと盤面に青を増やしておきたかった。出血ダメージが嫌なんで、えー、アイを使って。えー、マザーにそろそろマナが溜まってきている。えー、ここ行きましょうか。 マザーにマナが溜まってきている、えー、ここ行きましょうか。マザーにマナが溜まってしまったんで、えー、ここ行きましょうか。あっそう。ダークフェザーに回復されんの嫌だな。 ここでダークフェザーの回復はしんどいな。キリル使って、アルメル使って、ジラックをどこに使うか。ダークフェザー。 マリンかなダークフェザーによりマザーが回復するのはまあ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 えっと まずは倒してしまったんで、もう、イケイケどんどんで、やっちゃいましょう。あーのー、カウンターの相手に、えー、アルメル入れたかったんですけれども、スカジ作戦もいいよなとか、 じゃあ、キリル抜いて、スカチ入れるとか、あの、いろいろ悩んだんですよ、チーム構成を。えー、その上で、まあ、結果的に、勝てたんで、はい、ありがとうございました。思った以上にしんどかった。 はい、えー、本日の、えー、武勇と偉人完了です。はい、ありがとうございました。